はい、皆さん、こんばんは。菊池コネクトのお時間になりました。本日、司会を務めさせていただく、スマウトの宮部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、菊池コネクトボリューム3というところで、菊池で街づくりを人とつながる、菊池で仕掛けたくなるわけというテーマで、進めさせていただきたいと思います。本日もですね、ゲストの方もいらしていますが、まずはですね、菊池コネクト。どんな企画なのかっていうところ、最初私の方から、お話をさせていただければと思います。はい。だから菊池に暮らしたい。温泉の町、菊池で子育て、仕事、街づくりをする人とライブでつながるというような形で、お送りをしております。はい。で、菊池コネクトとは何なのかといったところ、地域での、新しい暮らし、スマート、よくご視聴いただいている方、皆さん、これからでの新しい地域での暮らしとか働き方、考えられている方、多くいらっしゃると思います。そこでですね、よく聞くワードとしてはですね、やはりお仕事事情、子育て事情、そして、街づくりとか地域活動、かかっていきたいな、そんな、気になるテーマ、大きく3つよく挙げられるテーマだと思います。今回の菊池コネクトではですね、ここの3つのテーマでですね、実際に、菊池に移住されて、実践をされている方々に、実際生の声を聞いてしまおうというような、企画になっております。はい。で、今回ですね、ボリューム3になっておるんですけども、今までボリューム1、2のところではですね、ボリューム1では子供を育てたいわけ、ボリューム2では菊池で働きたいわけというところで、子育てと、働くっていうテーマで今までお送りしたんですが、今回ですね、ボリューム3、ラストの配信になりますが、菊池で仕掛けたくなる、過去街づくりという形で表現させていただいてますが、そのわけについて、お届けしていきたいなと思っております。なんで、菊池を、初めて知られた方も見てらっしゃると思いますし、前から気になっているなっていう方もいらっしゃると思うんですが、そんな、菊池で街づくりに関わってみたい方、必見ですという形で、菊池で仕掛けたくなるわけを、お届けしていきたいなというふうに思っております。はい。で、本日の流れでございます。菊池市ってどんなところっていうところを、ボリューム1、ボリューム2ですね、触れさせていただいてますが、改めてご紹介をさせていただいて、で、早速ゲストの方のご紹介、そしてゲストの方を交えてですね、菊池で仕掛けたくなるわけについて、ヒアリングしていきたいなというふうに思っております。はい。ではですね、早速、菊池市の中の人ということで、もうだいぶ顔なじみになられている方もいらっしゃるかなと思いますが、菊池市役所の川上さんに本日も来ていただいておりますので、早速、呼んでいきたいなと思います。川上さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いいたします。ではですね、今夜も、お届けしていきたいと思いますが、川上さん、菊池市の、ご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。いよいよ最終回ということでですね、意外と早かったなっていう思いそうですがあるんでね、すけ分どかりましも、たね。最後は街づくりというテーマでですね、スペシャルゲストを2組呼んでおりますので、はい、皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、では、まず、私のご紹介からさせていただきます。もう、すでに、私の顔をもう知っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、菊池市役所企画振興課、集落定住支援室の川上と言います。どうぞよろしくお願いいたします。では、私のからまず菊池市について、ご紹介をですね、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、画面共有させていただきます。はい、それでは、菊池市ってどんなところっていうところでですね、私の方のご説明をさせていただきたいと思います。まずですね、このトップ画像に、映しております、この菊池の田園風景なんですけれども、後でまたご紹介しますけれども、菊池市は、米どころで、有名な地域であります。それでですね、田植えの後にはこのようなですね、素晴らしい絶景が菊池市内のいろんなところでですね、見ることができて、私もこれ本当にすごい、大好きな景色なので、トップ画像に使わせていただきました。
そしてですね、まあ、前回動画をご覧になられた方はもうご存知かと思いますけれども、10月7日にですね、菊池市の、まあ、エミュー観光牧場というところから、まあ、エミューが大脱走しまして、おそらく皆さん全国版のテレビ、ニュース等でご覧になられたかと思いますけれども、一躍ですね、まあ、菊池市と、まあ、エミューと有名になりまして、ここにも書いておりますけども、ツイッターで、まあ、トレンド1位を獲得したいですね。でまたヤフーのトップニュースにも載りましたし、本当にこの数日間世間を、まあ、駆け巡った話題ということで、まあ、大変皆様にはお騒がせをしましたけれども、おかげさまでなんか菊池市に興味持ってもらったり、なんかエミュー見に来たいっていうようなツイッターのコメントもすごい多かったので、大変、まあ、菊池に興味を持っていただいて、嬉しいなと思っているところです。はい。でまあ、菊池市なんですけれども、まあ、面積が276平方キロメートル、それから人口のが4万8000人弱の自治体になっております。で場所なんですけれども、九州の真ん中に、まあ、熊本県がございまして、その中でも菊池市は県北というところに位置しております。赤星のところですね、ですけども、まあ、大分県に、隣接しているようなところになります。で、まあ、菊池市すごくアクセスのいいところでして、まあ、福岡市内から高速を使って90分ほどで、それから、熊本空港ですね、ここからも30分以内で来れます。それから熊本市内ですね、こちらの方も車で60分あれば十分に来ることができる、非常に、まあ、交通アクセスいいところだと思っております。はい。それから、まあ、菊池の自然ですね、まあ、菊池渓谷って皆さんお聞きになられたことあるかもしれませんけれども、まあ、多分菊池市より菊池渓谷の方が聞き覚えがある方いらっしゃるかと思います。やはり菊池渓谷というですね、素晴らしい清流、清流を持った地域になっておりますので、まず山からですね流れた清流が森林を育みまして、でそれがですね下の下々の方まで流れて素晴らしい農産物を作ると、そういった地域になっております。ですのでこういった形で名水百選とかですね、水源の森百選、森林浴の森百選とか名瀑百選、など、たくさんのですね、自然豊かな地域というふうになっているところです。それからまあその麓にはですね、日本の名湯百選ということで菊池温泉も源泉が30以上ですね広がっており、温泉地としても有名な地域になっております。それから菊池、まあ、熊本県自体がですね農業王国と言われておるんですけども、その中でも菊池は特に農業盛んな地域でして、農業産出額が約387億円で全国14位と、それから肉用牛ですね、こちらの産出額につきましては全国4位ということで、まあ、北海道を除くともうほぼほぼ全国トップクラスの肉用牛産出地となっております。で、こういうことがあるので、菊池ですね焼肉屋さんとかお肉屋さんも非常に多いんですけども、もう本当東京なんかで食べるよりすごい安い価格でですね美味しいお肉が食べられるということで、有名な地となっております。でそれから綺麗な水から生まれるやはり菊池米ですね、こちら まあ、江戸時代大阪が天下の台所と言われておりましたけれども、ここで江戸時代基準米として使われるほどですね、高品質なお米を昔から作っていたというところで、まあ、有名な地域となっております。それから菊池の歴史ですね、こちらに菊池武光公というふうに、まあ、アニメをですね書かせていただいておりますけれども、こちらですね平安時代の後期から室町時代にかけて、まあ、活躍した武士の一族となっておりまして、特に南北朝の時代ですねには南朝型の最後の砦として、九州を平定するまでに至り、まあ、当時ですね太宰府なんかも鎮圧して、ものすごい勢力を抱えてたという部族なんですけれども、やはり南北朝というところでやはり戦国時代とかですね幕末に比べると今
どうしても認知度が低いということで、今プロモーション室、専門のプロモーション室を作ってですね、市としてもこういったところの周知に、頑張っているところです。それから菊池の図書館ですね、こちらものすごいデザインの、素晴らしい図書館になっておりまして、菊池市内外から休日なんかはですね、人がたくさん訪れているような場所になっております。でこの右側の写真を見ていただいても分かる通り、まっすぐ直線ではなくて流線形を描いた図書館になっております。でこれはなぜかと言いますと、菊池市、真ん中に菊池川という大きな川が流れているんですけれども、こちらその菊池川の流れをイメージした図書館になっておりますので、あえてですねこういったカーブを描く図書館となっておりまして、こういったデザインがですね日本だけではなく世界の方から注目を浴びておりまして、先日もですねニューヨークのインテリア関係の雑誌の方で、世界で最も長く居続けたくなる図書館12というようなものに選出されるなど、非常に国内外から注目を浴びているような施設になっております。それから菊池の温泉ですね、先ほども申しましたけれども、菊池は源泉が30以上ありまして、もう市内各所にですね、温泉が広がっております。で菊池の温泉の特質としてものすごいトロトロのお湯なんですよ。サラサラというよりはですね、本当化粧水を厚くしたような、もうお湯になっておりますので、本当下手するとこけるぐらいのぬるぬる具合ですので、ぜひ女性の方なんか特にですね、一度足を運んでいただければというふうに思っております。それからですね、今回まちづくりというテーマになっておりますので、菊池のまちづくりに関する最近話題のトピックスを、2つほどお持ちしております。まず1つはですね、キッコージャック&スクール婚活が話題にというふうに書いておりますけれども、こちらもエミューに劣らずですね、こちら全国テレビなんかで放送されまして、一時期話題になった取り組みです。でこれ地元の菊池高校がですね、菊池市を自分たち高校生の手で活性化したいということで、自分たちで企画をしてまちづくりに貢献をするというチャレンジになっております。で10月の30日、ですね、に、キッコージャックというのを行いましてですね、非常に大盛況を得たイベントになっております。でこちらにチラシの方にいろいろこうやったこと書いてありますけども、特にですねこの右側のスクール婚活、これがものすごい話題になりまして、もう県内のテレビ局は多分全部来たんじゃないかなと思うんですけども、高校生がまず婚活をするっていうのがなかなか多分こうアイデアとして出てこないということで、そこにが面白いと。でさらに菊池高校で参加者の方たちが高校生の時期に舞い戻って授業を受けながら最後に告白をするというような面白い企画でして、当日もたくさんの方参加、大人の方ですけど参加してですね、で高校生が企画した本当高校生がやるようなことをそのままやっていただくというようなことでスクール婚活も高校生が企画された。そうです、高校生が企画して実施をしたと。で参加するのは大人なんですよね。参加するのは大人なんですけど、ここにも書いてある通り学校でもう一度恋をしようということでですね、子供というか、学生の気持ちに舞い戻って婚活をしてもらうというものすごいなんか面白い取り組みだったということでですね。そうですね。はい。こういった高校生もまちづくりに参画しているというなところで、一つご紹介をさせていただきます。もう一つはですね、最近ですね、シェアハウス白金というものが菊池市内にできております。でこれですね、もともと白金の森というですね、宿泊施設、ホテルがあったんですけれども、そこの代表のですね、松岡さんという方が移住定住にも力を入れていきたいと、これ民間ベースなんですけども、ということで、そういった思いからこうシェアハウスを自分で作られてですね、民間の手で、で
まあ、菊池市内を盛り上げたいというような方を今絶賛募集中ということで、活動されております。で、今一人もすでに入居者の方は入られているんですけれども、うん、まあ、今後も絶賛入居者募集中ということで、まあ、菊池でこう街づくりに取り組みたいとか、なんか起業して菊池ならではのこう地域あの活性化をやりたいとかですね、そういった思いがある方は、まあ、ぜひあの市の方に連絡いただければおつなぎすることもできますので、あの興味を持った方、まあ、今日お話を聞いた後でもですね、あの興味を持った方はあのご連絡をいただければと思います。あと 7部屋、8部屋全部であるんですけど、7部屋今募集中ですので、はいはい、ぜひお願いいたします。ちなみにこれはスマウトには掲載、あ、これはまだすいません、スマウトにはちょっと掲載できてないんですけど、ホームページには掲載してて、はい、これもちょっとまた、あげたいなと思って、はい、ぜひぜひ、これすごくあの興味ある方多いと思うので、はい、ぜひ皆さん、あのホームページで見るわけですね、今ね。あ、ここ の, あのシェアハウス白金というホームページも最近立ち上がりましたので、うん、こちらもチェックしていただければと思います。ありがとうございます。あの今、Facebook ライブで見ていただいている方も、おそらくこの後に URL がコメントに貼られるんじゃないかなと思うので、うん、少々お待ちください。はい。はい、以上ですね、今、あの菊池の、まあ、あの最近のトピックということで、2つご紹介をさせていただきました。いやー、ということで、面白いですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いや、なんか、毎回菊池の新しい、ね、情報が入ってきて、ね、まだまだ ありそうですね。なんで、まあね、改めてですけど、本当にもう、農業含め、食肉用のお肉、そして菊池前のもう食系を豊かなところ、かつ30以上の源泉があり、はい、そしてエミューもいて、高校生もいろいろ活動されてると、すごくなんか、はい、だんだん多分、これ、3回ずっとね、見ていただいている方もいらっしゃるというコメントいただいておりましたが、はい、菊池のほど、どんどん皆さん深くなってきたんじゃないかなというふうに思います。はい、かかみさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、ここからですかね。はい、ありがとうございます。で、ここからはですね、登壇者の、ついにですね、ご紹介という形で、お呼びしていきたいなと思うんですけれども、はい、今日はですね、2名来ていただいております。先輩住者米田コーヒー店熊本菊池店店長の亀崎さんと NPO 法人キラリ水源村スタッフの佐藤さんにお越しいただいておりますので、早速出てきていただこうかと思います。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたしま す。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、早速今日ご覧になっていただいている方に、二方はどんな方たちなのかなっていうところもぜひ知りたいと思いますので、まずは亀崎さんの方から自己紹介をいただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、貴重なお時間いただきましてありがとうございます。私は米田コーヒー店熊本菊池店で、店長をしております亀崎修一と申します。私は福岡県久留米市の出身でして、ただいまと言いますか、ギリギリ39歳、下で40歳になるんですけど、誕生日ですね。そう、ギリギリ39歳です、ね。まあ、家族構成は、実は私仕事でこちらに、来ておりまして、単身赴任をしております。で、2017年4月に、まあ、米田コーヒー店熊本菊池店がオープンしたのと同時に、まあ、こちらで生活を始めまして、家族はまだ福岡県、今はですね出身は久留米市なんですけども、隣町の小郡市っていうところに、住居がございまして、妻と、長女が18歳、長男が16歳という、と私と4名の家族構成で、ございます。で、まあ、2017年からですので、菊池は、早もう4年半、単身赴任をずっとしておりまして、長くなってきましたね。そうですね、まあ、なんか最初の予定では2年ぐらいで、まあ、なんか次の
地域にということも話はあったんですが、まあ、いつの間にか、まあ、こういったご縁の中であの生活をさせていただいております。はい。で、まあ、米田コーヒー店、その私が勤めているところは、まあ菊池の中でも、まあ、中心市街地、菊池市役所から、まあ、車で本当2、3分ぐらいのところにある、県道325号線といってですね、山鹿市から、阿蘇、熊本空港に抜ける大きい通り沿いにございます。まあそうですね、まあ、米田コーヒー店全国にあるお店なので皆さん、まあ、お分かりかとは思いますが、まあ、喫茶店なんですけども、とまあうちがその菊池店はまあ、そういう田舎の郊外型の店舗ですので、なかなかいろいろこうですね、うまくいかないこともあったりとかはしたんですけども、今は本当にあの地域の皆様に支えられて、まあ、成り立っているお店でございます。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよ、こういうですね、結構ライブスマートで配信で結構いろんな先輩の移住者とかよく出てきていただける企画あるんですけれども、はい、米田コーヒー店の方が出てくるのは初めてだと思います。そうですね、よく言われるんですけど、まあ、フランチャイズ店、大型フランチャイズ店でですね、まあ、どこでも同じようなやり方やってるような店舗の、まあ、しかも私はオーナーでも何でもなくて、ただ の雇われ店長なのでサラリーマンなんですよね、一応ですね、まあ、が、まあ、なんかこういったところにですね、お呼びいただけるのも、まあ、おこがましいなと思いつつなんですが、まあ、なんで私なんだろうなと思いながら、ここにいる次第でございます。今日ぜひですね、ご覧になっていただいている方は、多分見終わった後は、なるほどということで分かると思うんですが、そうですね、はい、亀崎さんおっしゃってたように、2年半ぐらいだった予定の方がなぜ4年、まあ、5年近くいるかっていうのは、多分今日いろいろ話聞いていただいてて、おそらく菊池氏がもう手放さないんじゃないかなと思っていただける感じなのかなというふうに思いますので、ちょっとぜひこの後いろいろお話伺っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、では続いてですね、のゲスト、佐藤慎介さんにもお越しいただいています。佐藤さんは菊池市出身で U ターンという形ですね。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。でちょっと自己紹介いただいていいですか。はい、佐藤さんもちょっと若干雲と同化をされて、はい、はい、佐藤慎介と申します。後ろの背景みたいなところの、廃校活用のところで今働いてますっていうことだけ言いたかったんで、ちょっと撮ってたんですけど、ちょっと切りますね。はい、切ります。切ります。はい、今ですね、会議室でお送りいただいておりますんで、はい、一気に現実的なところにも、はい、そうですね。ここは菊池市役所になっております。どうも。出身は菊池市になっております。大学の時には広島に行って、またこっちに帰ってきて、いろいろ資格の勉強をしたりしながら、その後にですね、福岡に行っておりまして、こちらの方に帰ってきました。なので出身は菊池市になっております。年齢は、41です。はいはい。で、家族構成は、今実家に帰ってきたので、まあ、両親と3人で暮らしております。で、まあ、菊池歴はもろもろいって、まあ、25年、約25年ぐらいかなっていう感じです。で、まあ、お仕事はさっき見た NPO 法人キラリ水源村っていうのに入ってるんですけれども、そこで旧菊池東中学校が廃校になりまして、ありがとうございます。菊池水源交流館というんですけれども、ここをですね、拠点にグリーンツーリズムとか農業体験とかを、提供しているところで働いております。はい、まあ、簡単ですけれども、はい、ありがとうございます。はい、なんで今回はですね、その、まあ、お仕事きっかけで、まあ、I ターンとなった亀崎さんと、菊池出身でこう U ターンで戻られてきている、佐藤さんの二方に、まあ、いろいろ実はお二人もですね、菊池市でいろいろ仕掛けて町づくり活動されていらっしゃるお二方なので、早速ですね、そのあたりの
活動の話とかを伺っていきたいなと思っております。はい、でここから本編という形で、まあ、教えて菊池で仕掛けたくなるわけというところで、二方にいろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、でまず第一問としてはですね、菊池でまあどんな活動をされているんですかといったところから伺っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんかお二方は共通しているところがあるんですよね、その活動で。はい、あ、じゃあこの、はい、はい、はい、そうですね、佐藤さんとは、まあ、地域のコミュニティ団体の、菊池未来編集部という、任意団体で、ご一緒させていただいておりまして、まあ、これが立ち上がってもう3年ですかね、はい、3年になるんですが、まあ、今でも、約メンバーが、15名ぐらいいるんですが、うんうん、まあ、そのメンバーで、楽しく活動させていただいているという、まあ、本当に菊池が好きな、まあ、みんな菊池に住んでる方で、うんうん、出身の方も多くですね、まあ、そういう、何かこの街を楽しくしたいねっていう感じで、ここにゆるくつながるって書いてますけど、本当にゆるい感じでつながってるメンバーです。はい、いいですね。コンセプトはゆるくつながるっていうのも、ぜひですね、菊池未来編集部さんのホームページもありますので、はい、そこでも、いろいろ、ご紹介されてると思うので、ぜひ、後で見ていただきたいなと思うんですけれども、実際、この菊池未来編集部、まあ、3年前に立ち上がったということなんですけど、どういった背景で、こちらは立ち上がったチームになるんですか？はい、これはその前身で菊池市がまちづくりの講座でフューチャーラボっていうのを始めたんです。はい、フューチャーラボ。それで、僕は、たまたま実家に帰っていて、たまたまさっきのキクロスっていう図書館に行ってポスターを見て、あ、面白そうだなっていうのが、そのまちづくりっていうのにちょっと興味があったので、面白そうだなと思いながら、はい、福岡にいながら、1ヶ月に1回こう帰って講座を受けてました。あ、なるほどなるほど。はい、さっきのあれですか、川上さんからご紹介いただいためちゃくちゃおしゃれな図書館。あ、そうですそうです。 あそこの図書館でみんな集まって、はいはい、ね、でも佐藤さんも久々に戻られてあんな素敵な図書館あったらびっくりしましたよ。本当にと思って、はい、いろんな賞とかも取ってるし、確かにいいなって思ってたんですけど、うん、やっぱあんなおしゃれな図書館ができると思いませんでした。なるほどなるほど。ね、でもそこでじゃあフューチャーラボのこと知ったと思うんですけど、そのフューチャーラボは、その菊池市が企画をしている、街づくりとか、なんかあれですか、菊池の未来をなんか一緒に考えてこう的な勉強会、ね、街づくり講座とか、まあ、それに対する人材育成とかですね、うん、そういうのをみんなで考えていこうよっていう講座を、6回ぐらいかな、はい、7回ぐらい、まあ、はい、うん、それぐらいやってですね、外ことっていう、はいはいはい、雑誌の、うん、まあ、これまた街づくりの雑誌なんですけども、はい、それの差し出さんっていう人が講師になって、メイン講師になって、はい、いろんな人の話を聞いて、最終的にどんなことをやりたいっていうのを発表したっていう感じです。あ、なるほどなるほど。じゃあそのフューチャーラボの参加してる同期が、はい、はい、そうです、亀崎さんでもあるっていうことですね。そうですね、はい、私たちが、その講座の第一期生ですね。すごい、一期生なんですね。はいはいはい。でしかもその、まあ、今佐藤さんが菊池氏が仕掛けたっていうことなんですけど、うん、実はその担当者が川上さんだったんですよ。そこで繋がるわけですね。そうですね。はい、なるほど。じゃあちょっと当時の話、川上さんもせっかくいらっしゃるので聞いてみたいなと思うんですが、はい、はい、フューチャーラボについてどういう狙いで行われてた企画だったんですか？そうですね、まあ、僕がちょうどまあ、今移住の担当なんですけど、まあ、前地域振興っていう担当をしてまして、うんうん、ちょうどそこに係に入った時に菊池の若者がこう町づくりに参画するような、なんかこう仕掛けを作れというような、なんかこう指示がありまして、はいはい、
でもう前にあの自由にやっていいぞというようなことだったので、うん、あのまあ僕なりに、まあ、どうやったらこう集まるかなというところでいろいろちょっと考えたんですけども、うんうんうん、まあ、考えた末に、まあ、あのやったのがそのフューチャーラボっていうものだったんですよ。なんとじゃあフューチャーラボの生みの親は川上さんなんですね。まあまあそ そうですかね一応ですね、まあ、そんな感じで、まあ、やったんですけど、ただやっぱなかなかこう若者がまちづくりに関わるってなんかよその、ね、自治体さんとか見ててもなかなかこう難しいっていうようなこともあったりして、実際こういうこう講座をやっても本当にその人って来るんだろうかっていうのがもう正直もう不安で、担当になったはいいけど大丈夫かなと思いながら、まあ、とりあえずもうこうチラシ配ったり、みんなにこうあの若い人が集まりそうなところに行って、あのこういう講座があるんで受けませんかっていうのをもう足でとりあえず稼ごうと思っていろいろ回ったんですよね。で、まあ例えばその米田コーヒーさんも当時あのできてまだ間もなかったんですけどあったので、あのチラシ置いてもらおうと思って駆け込んだんですよ、もう直談判しに。で店長さんにあのすいませんこういうのやるんでよかったらチラシ置いてくださいって言ったのが亀崎さんだったんですよね。そうですね。で団体側の話をするとですね、またすごい面白いんですけど、あの逆に私受け身だったので、その時がですね、うん、そのチラシをすごいなんかスーツ着た青年が持ってきたわけですよ。青年が、はい、これお貸してくださいって言って持ってきて、うん、でそれがまたあのパッて見た時に何かよく分からなかったので、その場で説明してもらったんですよね、はい、うんうんうん、結構な、まあ、5分10分話しましたかね、その場で。そうですね、うん、で、あこれ面白いですねって言って、あのチラシを置いていいですよっていう前に自分がもうあのじゃあ僕行きますんで申し込んでくださいって言ってで、そしたら川上さんがあのいやすいません実はまだ中身がそんなに決まってなくてみたいな話になったんであじゃあチラシ置いとくんで決まったら言ってくださいみたいなですね。コメントコーヒー店に宣伝用で持ってきたチラシが店長が連れてしまったということです。そうですね、まあはい、釣られました完全に。そう、なんで、せっかくなんで、お二方が、まあ、そういった参加された経緯みたいのもちょっと伺っていきたいんですけれど、なんかそもそも、亀崎さんとかはその、コメダコーヒーさんにお勤めになられていて、菊池の前は どこの店にいらっしゃったんでしょうか。はい、私はですね、このコメダコーヒー店っていうその、まあ、業態は、うん、もう本当菊池だけからでして、全く違う仕事をしてたんですよね。はいはいはい、はい、それこそ福岡久留米で仕事してまして、うん、はい、でこの米田コーヒーっていうのは熊本菊池店ができるからっていうことで今の会社のオーナーからまあ誘われて、はい、全く菊池のことを知らずに、うん、まあ、こっちに来ることになったんですけども、はいはい、一回なんかですね、そのオーナーが、まあ、視察みたいな感じで僕を引き連れて菊池に来たんですよね、うんうん、でまあその時に、まあ、言い方悪いですけどめちゃくちゃ寂れてるなこの町と思ってここで商売して大丈夫かなっていうのがもう率直な意見で、いやこれは川上さんを洗ってないですけどねいやいや思ってるでしょいや本当に厳しいなと思ってですね、いやそうちょっと本当にもう私無理ですよっていうのをオーナーに何回も言ったんですけど、まあなんかどう、うん、まあ、いいからやってよみたいな感じで結構軽いノリでですね言われたので、そうなんですよね、そのフューチャーラボに入るきっかけっていうのは本当にそのまあその、まあ、2017年4月に、うん、立ち上がったお店なんですけど、はいはい、1年間ぐらいものすごく売り上げが悪かったんですよ。なるほど、オープンしたてで、もう僕の中では予感的中というか、なんかそのもうどうしていいかわからないというかですね、うん、なんかこう言われてたなんか売り上げ予測っていうのが全く見当違いの感じでこのままいくとすぐ潰れるんじゃないかみたいなことを言われてたんですよね、うん、なんかそれをまあ僕はもう自分の会社というか自分の店をどうにかしなくちゃいけないなって思ってた時期だったので、ちょうどですね、うん、
で、なんかその菊池のことも何も知らなかったので、まあなんかこうきっかけになればなっていうので、そこにこう若者が現れたところに食いついたみたいな感じです。そうか、じゃあそれまでは1年ぐらいはじゃああんまりそういった意味だと市役所の方とか他の方とかあんまつながりはそこまでなかった感じだったんですか？あのですね、これはね、ここで言っていいかどうかわからないんですけど、菊池の方はですね、いや僕当時ですよ、当時はなんかそのよそ者をこう受け入れない体質みたいなのがありまして、そうです、はい、まあね、苦労したんですよ、めちゃくちゃ。市役所にも駆け寄ったし、商工会とか観光協会とかにも駆け寄ったんですけど、まあなんか、いやいや、そんな大型店の方が来られても別になんかすることないですよみたいな感じだし、なんか、いや、よそから来られたんでしょみたいな感じだったんですよね。うんうん、だからなんかもう頼るところもどこに頼っていいかもわからないみたいな、はいはい、感じが最初ですかね。最初、まあ、でも確かになんかフランチャイズのお店が入ってくるってなると、なんか少しそこなんか距離感出ちゃいそうなところは、ね、そうですよね、ありそうですよね、はい、なんですけど、そんな中に川上さんが登場して、そうですね、入り口を作ってくれたって感じなんですね。まあ本当、まあ、かなり感謝しております本当に。ありがとうございます。で、ちょっと佐藤さんにも伺っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、はい、フューチャーラボを知ったのは図書館で、はい、チラシを見てというところだと思うんですけど、なんかその街づくり自体にももともと関心があった？そうですね、もう、だいぶ前からそういう街づくりみたいなところは興味あったんですけれども、でもなんていうんですかね、誰がやってるのかとか、そういうのとか全然わからないし、うんうん、なんですかね、そういう場は あるかもしれないけど、なんかどういう人たちがいるのかっていうのが分からなかったんで、なんとか踏み出せなかったんですけども、もう初めに街づくりとか人材育成みたいなのを打ち出してたんで、うんうん、これはなんかちょっとどういう感じかなって思って、そのフューチャーラボの方を申し込みました。あ、そうなんですね。なんか、うん、そこはあれですか、もう福岡から、通われてたとおっしゃってましたけど、まだじゃあ U ターン自体で戻ってきてはなかったって感じですか？そうですね、その時はまだ戻ってきてなかったですね。月に1回こう帰ってきて受けて、はい、っていう風にやってました。なるほど。なんかちなみに、もう完璧福岡から、まあ、移住というか U ターンで戻ってきたのは、いつとおっしゃってましたっけ？フューチャーラボが卒業してからですね。卒業してから戻ってこられたってこと？卒業して、なんか結局面白い人たちいたなって思って、ちょっと行って一回帰ってからなんかちょっとやること探そうっていうような感じでしたね。なるほど。あ、そうですね、めちゃくちゃ気になるんですけど、フューチャーラボ自体はごめんなさい、何名ぐらい一期生っていらっしゃったんですか？多分最初は25名ぐらいいらっしゃったと思う。そうなんですね。で、基本的に菊池市市内にお住まいの方とか出身の方が中心だったと。そうですいう感じですね。これ、はい、でもあれだったんですよね、菊池市在住か菊池で働いてる人だったんですよ。あら、厳密に言えば僕条件入ってないんですよ。それでもちょっとねじ込んで、いや結構帰ってきてるんでって言って。でもいいんですね、それきっかけでね、また戻られてということだって。なるほど。佐藤さんが通われてたのは僕今初めて知りましたね。マジか。はい、いやいや。なんか最初はそれなんか聞いたことありましたけど、なんか卒業するまで実は通ってたんですね。そうです、そうです。知らなかったです。そうなんです。なるほど。そう。で、実は前回、ご出演されてた、坪井さんにも、坪井さんかな、ごめんなさい、も、フューチャーラボの一期生だったというところで、はい、伺っておりましたので、なので、結構やっぱり濃い方が多そうですね。なんか、私はまだ3名しかお会いしてないですけども、まあそこは確かに、だからなんか、菊池もなんか面白い人いるな、なんか戻りたくなるなって佐藤さんおっしゃってる意味がなんとなく伝わってます。僕らもですね、オンラインでは何回も、交わさせていただきますけど、ちょっとリアルで本当に会いたいなっていう個人的に。集まった時が、やっぱり、なんですかね、なんか街づくりとか人材育成とか、ちょっとほわってした部分があったんで、興味がある人たちがこう集まった時に、なんか古代米を作ってる人とか、はい、
なんかこう、なんですかね、あの、なんて言うんでしたっけ、小学校が終わっていく、あの、学童保育的な。学童保育的な、ね。はい、そういうのを作りたいとか、なんか、やりたいことみんなバラバラだったんですよ。だからちょっと面白かったんですよ。なるほど。こういう考えの人たちいるんだと思って。ちなみに、川上さん、これ、面接とか、なんかその、あったんですか、その審査基準は、その選ばれた。いやいや、もう、あの、説明会をとりあえず開いてですね、はい、で、その時に、あの、外言の差し出編集長に来ていただいて、うんうん、で、その時50人ぐらい来たかな、説明会には。うん、で、その後もう、あの、受講料1万円だったんですけど、もう、その説明会の帰りに、もう20人ぐらい、皆さん、その場でもう1万円払って、もう次から来ますって言って、バーって帰っていかれたので、すごかったですね。もう想定外でした、ね、本当に。ねえ、でも豪華ですよね。あの、外言編集長の指出さんが講師をやってくれて、はい。確かに。で、こんな面白い人たちが集まってこられてというところで。で、そう。ね、そこで集まってこられた皆さんが、その、菊池未来編集部を立ち上げられるメンバーになってったってことなんですかね。そうですね。はい。まあ、その卒業はですね、半年で卒業したんですけども、うん、やっぱりそのなんか、まあ、今おっしゃられた通りです、ものすごい濃いんですよ、メンバーがですね。もう飲み会なんてしたらですね、もういつ終わるんだろうぐらいな、やっぱ話が尽きなくて、みんなそれなりにやっぱりこう同じことを感じてくれててですね。はいはい、ですので、まあ、卒業後に、まあ、空中分解するのもったいないから、うんうん、なんかね、集まり会を立ち上げようよっていう話になって、うん、まあ、その後継団体として、まあ、未来編、こう菊池未来編集部っていうのをですね、うん、まあ、その名前、この名前自体はですね、なかったんですよね。あ、そうなんですね。はい。で、まあ、実はその名前を、まあ、おこがましくもその外言のその差し出編集長に、はいはい、まあ、あの直談判でお願いしてですね、はい、あの菊池未来編集部という名前をつけていただいたっていうですね。おお、それはでも嬉しいですね。いや、もうありがたい限りですけど、うん、そのまんま使わせていただいてなるほど。でもいいですね。そうか、そのフューチャーラボと関わってるってことですね、菊池未来編集部ですね。でもすごいですね。もうそれ立ち上がってからも3年ぐらい経たれてるって話も、はい、出てるんですが、まあ、未だにそういった形で活動と、あの進んでるっていう形で、ちょっと後ほどどんな活動やられてるのかちょっとご紹介改めてしていただこうと思うんですけれど、実際にまあその半年間の講座の中でどんなことをやられてきたのかなってところあたりも伺っていきたいなと思うんですけども、フューチャーラボのでの取り組んだ課題と内容というところで、あのなんかお話伺うところだと、なんか皆さんこう課題を持たれながら、取り組まれたりしていて、なんか実践までやられたりとか、あの、まあ、いろんなそこで出会いがあったという話を伺ってるんですけど、あの、佐藤さん、佐藤さんは どんなテーマで、されてらっしゃったんですか？まあ、このまちづくりの講座って、例えば、起業したいとか、うん、まあ、こういうみんなが集まれる場作りしたいだとか、菊池の資源もったいないから何かしたいとか、まあ、いろんな考えがある人の中で、うん、僕はあの場作り、みんなが集まるところをやりたいと思ったんですよね。うん、で、まあ、ずっとやっているうちに、あの福岡にいたときに、福岡市って菊池の由来のやつが結構あるんですよ。うん、そういうのを見たときに、あれ、菊池と福岡市って結構歴史的にもつながってるなとか、ちょっと思いまして、うん、あの場作り考えてたんですけども、好きな歴史の方向に行ってしまいまして、あの、歴史に興味があったのと、あと自転車が好きだったんで、あの、はいはい、菊池市の中に七条ってあるんですよ。七条、七つの城と書いて七条っていう地区があったんですけども、はいはい、あのそれまで普通に見落としてたんですけども、本当にあの菊池城っていう周りに18個防衛の城があるんですよ。へ、はい、そのうちの7つの城があるので七条っていうついてたのを知ったときに、あ、これ面白いなと思って、うんうんうん、そのじゃあ7つの城跡と自転車を結んでこうなんか歴史のサイクリングコースみたいなのを作って、うん、あの発表しました。でそこでなんか歴史でやって、最後はなんか七条の温泉ドームかなんかに入って帰ろうみたいな
はい、うん、そういうのを企画したりしてましたね。いいですね。じゃあそういうなんか歴史とかから紐解きながら、あとかつその自転車で回ったら楽しいんじゃないかっていうところを合わせたようなツアー企画とかを考えられてたというところですね。はい、一番初めはこう水が湧き出す水源から水汲んでいって、最後は温泉入って帰るみたいなところ。そういうことなんですか。それめっちゃいいですね。いや、そうそう、だから毎回ですね、この菊池コネクトやってると、川上さんからすごい温泉自慢を教えていただくんですけど、今回3回やってきて、皆さん、本当に肌ツヤめちゃくちゃいいなっていうところは、なんか、として感じていたんですけど、やっぱりね、そういう温泉とかの、はい、ものとかも活用したりするような企画とかって、すごい面白いですね、歴史とか、そうですね、巡りとか、はい、フットパスとかですね。本当に先ほど川上さんが言った通り、僕の好きな温泉のところは体洗うじゃないですか、うん、でお湯流すじゃないですか、いつまで経ってもなんか落ちた感触しないんですよ、ぬるぬるしてそれぐらいぬるぬるした温泉です。試してもらったら面白いです、はい、いやちょっと本当にそれは入ってみたいなと思いますが、皆さんは普段から入られてるんですよね、それはね、300円とかに入れるんで、いいですね、その値段で。いやそう。で、なんか、伺ったところによると、佐藤さんは、まあ、変なし、フューチャーラボ終わってから移住されて戻ってきたと思うんですけど、U ターンで戻ってこられたんですけど、やっぱりなんか、お仕事ないと、はいはい、戻りづらいじゃないですか。あ、そうですね。はい。で、なんか、そのお仕事も、実は、フューチャーラボきっかけで見つけられたみたいな話を伺ったんですけど、で今私が働いてると、さっき言った通り廃校ですね、廃校を活用した、うん、はい、グリーンツーリズムの拠点なんですけれども、うん、フューチャーラボの講座で1回目か2回目にここにですね研修に行ってお話を聞いていたんですね、はい、でその後終わった後になんかちょっと空きが出たので、まあちょっと入ってみないかという紹介でですね、こちらの方に入りました。はい、でもすごい、お仕事も見つけられちゃったっていう。そうなんですよ。ありがたいことに。一番。じゃあ、それでも本格的に戻るっていうのも、決められた感じですね。そうですね。でも、一旦その前に、ちょっと帰ってました。うん、帰ってて、全然違うことを発想して、酪農大国でもあるので、はいはい、モッツァレラチーズ作りとかもやってました。いろいろ並んでるじゃないですか。はい、有名なピザ屋さんがあってですね。チーズを、はい、面白い。はい、いいですね。今も作られたりはされてるんですか。あ、今はもうこっちの方にメイン移ったので、うん、はい、作り方だけはある程度まだ覚えてるかもしれない。なるほど。ありがとうございます。で、そう、ね、ご就職されてからもですね、いろいろ地域で活動もされてらっしゃるというところで、ご写真何枚かお借りしてるんですけど、はい、これはキャンプですか？はい、さっき の, グランドでですね、キャンプをしてるとこなんですけども、うん、この水源交流館でそろそろキャンプで行って、ソロキャンプで、はい、あ、ソロキャンプ今ね流行ってるみたいですね、なんか一人で、はいはい、とあとそろそろみんなキャンプしてみないっていうのでソロキャンプっていうダジャレなんですね、はい、みんな自分たちのテント持ち寄って、やってるんですけども、まあ、はいはい、後でですね正確にはこれはグループキャンプっていうらしくて、グルキャンって言われてるんですけどまあみんなでこうやって焚き火囲んで、まあ、みんなとギターとかちょっと弾いてるんですけど、はい、うんうん、あ、でもいいですね、楽しそう。じゃあ皆さんそれぞれお一人で来られたお一人様。そうです、そうです。もうみんな。いいですね。こういう形で、キャンプを共通テーマにしながら仲良くなれたよ。そうです、そうです、そうです。はい。あ、で、これは？これはですね、熊本にある中学校が農業体験で来た時の、テント泊の状況ですね。はい、あ、さっきの、廃校だったところのグランド校庭に皆さん泊まる。はい、そうです。皆さん、中学生の子たちがみんなでテントを頑張って建てて、はい。ねえ、ねえ。こういうふうに村みたいな感じで、あ、そういうような体験とかも提供されたりしてるんですね。はい、農業体験もしたりですね。はい、あ、間違えちゃった。こちらは何ですか？これはですね、水源地区のフットパスですね。フットパス。フットパスって何ですかね、こう自然の中をこう歩きながら棚田の風景とかを堪能するみたいな
のがあるんですけれども、菊池でも結構いろんな場所でフットパスを作ろうという機運とかが上がってまして、はい、結構一回呼んだら参加者また来たいまた来たいって言って結構な人数になります。これはなんかそういう人をこう集めていく中心人物のような方もいらっしゃったりとか、こういうコミュニティが出来上がってきてるんですか？これも一応水源交流館で企画イベントしてこれをやったやつです、うん、はい。あ、なるほど。じゃあそこに地元の方とかも参加されたり、外からも参加することは？地元というかほとんど外です。てか地元の方はいないですね。外ばかり。でも、あと地元の人たちと触れ合ったりとかですね。うん。はい。いいですね。じゃあ変な話、今回ねご視聴されてちょっと菊池面白そうだぞというところで、うん、興味を持った方は佐藤さんたちがやられているプログラムとかにも参加するっていうのも結構菊池のこと体験できるきっかけにはなりそうですよね。そうですね、ぜひ来ていただきたり、なんか質問があったらありがとうございます。はい、まさかのフェイスブック見ていただいている方も、コメント欄に、プログラムとかの URL が載ると思いますので、はい、ぜひチェックしてみていただければと思います。はい、佐藤さんありがとうございます。いろいろと教えていただきまして。はい。じゃ続いて、亀崎さんにもいろいろ伺っていきたいなと思うんですけど、亀崎さんはどんなテーマでやられてたんですか？はい、私はまあ先ほどちょっと言った通りなんですが、まあ、やっぱり自分のお店のまあ運営に少し悩んでおりましたので、はいはい、そこを中心に考えておりまして、まあ、その卒業テーマというか、まあまあ、地域課題もその教わる中で、やっぱりなんかこう、うん、私がやっぱり菊池に来て一番感動したのはやっぱり水が美味しいこと、はいはい、と、お野菜が美味しいこと、うん、と本当に、まあ、お肉というか、まあ、なんて言うんでしょうね、もう食べ物がめちゃくちゃ美味しかったんですよね、うん、で福岡久留米の出身で、福岡っていうのはね、グルメ県と言われるぐらい、ね、ものすごい何でも食べ物が美味しいんですけど、うん、でもそれはどっちかっていうとなんか料理が美味しいんですよね。なるほど。素材というよりは、うん、でなんか菊池は本当になんか素材が良くて、うん、はい、ちなみに私が今住んでるところの水道は地下水で、うん、もう水道ひねったら天然水なんですよ。ものすごく甘くて、はい、でなんかこうそれも感じれるのはここだからかなと思ってて、ただなんかこの菊池の町の中にあんまりなんかそれをこうなんて言うんだろう、こう民間レベルでなんかこう紹介してるところって少ないなってその時感じてて、すいません、私は、ね、菊池のこと知らなかっただけなんですけど、はいはいはい、菊池いっぱいあるのは分かったんですけど、ただなんかそれをじゃあこのね米だと絡めてなんかできないかなっていうのをずっと模索してて、はいはい、で そしたらまあそのフューチャーラボに入ったら実際農家さん生産者さんがいたりとかですね、はいはい、もうお米もそうだし、さつまいもとかですね、あとまあ豚を飼育されてる方とかもいらっしゃって、うん、そのもうこれだけでなんかいろいろできるんじゃないかなって思って、うんうんうん、でうちの駐車場を利用して米田で朝市っていうのを立ち上げたんですよ。ちょっとねお写真いただいてたんで、はい、見せてください。もう米田で朝市、へえ、あ、登りとも作って、はい、一部をまあまあ、こういうふうにテントを張ってですね、基本的には第4日曜日っていうふうに決めて、うん、まあ、いろんな地域の出店者さんを探して、なんかそのまあ自分ところのものを持ってきていただいて販売するって日曜日の朝ですね、うん、はいはい、っていうのを、まあ、多分これが全国の米田でも初の取り組みだったんですけどもすごい、あ、これ何、米田コーヒー店の駐車場なんですね。そうです、これはですね、はい、でこれをそのフューチャーラボの、まあ、会期中にやったことで、はいはい、まあ、なんかそのやっぱり、菊池氏さんもそうなんですけど、うん、まあ、なんかすごい口コミでパーって広がってもらって、うん、なんかあそこの米田なんかやってるよみたいな感じになってきたんですよね、うんうんうん、で、まあ、この今ちょうどこの写真の時はですね、多分
パンのあーテーマの時だったと思うんですけど、はいはい、テーマがあるんですね。はい、一応テーマを毎回なんとなく決めてて、うん、で最初はまあ菊池市内の方だけでやってたんですけど、うんうん、なんかこれってその例えば菊池市外の方を、まあ、こっち側に呼んで、うん、まあ、菊池を知ってもらう、うん、そしてあとその市外のそのお店のお客さんがわざわざこの菊池のこの米田の朝市に買いに来てもらってでその後例えばその菊池市内を少し回って帰るだとか温泉入って帰るだとか、うん、なんかそんなことできたらいいなって思ったんですよ、ね、いいですね。なんか地元だけで盛り上がるんじゃなくて、うんうん、外からね。だからその聞くそのそれこそその教わってたことがやっぱ関係人口っていう言葉を教わってたので、はいはい、まあそのずっと関わらなくても、まあ1回、うん、月に1回これが2回に増える4回に増えるとか、うん、まあそういったことでその町が潤うっていうのをなんかこう教えていただいたので、うん、まあ、まさしくうちね米田もそうかなと思いまして、うんうん、でまあまあこの地域課題の中から、まあ、考えたのがまあ、そういう市外の方が菊池に興味を持ってもらえるような、うん、まあ、取り組みをやりたいなと思いまして、はい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 、で、まあ、米田コーヒー店っていうのは、まあ、コーヒーとパンをご提供する店なんですけども、うんうん、まあ、それに、加えてですね、この菊池店の店内で、実はその先ほどから何回か出てるキクロスさんの、はいはい、図書館、はい、図書館の本をですね、毎月100冊お借りしてるんですよ。すいません、ちょっとここの写真には多分ないと思うんですけど、はいはいはい、はい、毎月100冊お借りしてまして、でそれをなんかそのまあこのキクロスさんとコラボレーションしてやってるんですけども、これも実は結構長くてもう3年ぐらいやってまして、はい、でそれそうそうそう、はいはい、いや、なんか図書館とそういう地域の図書館とコラボしてる、はい、あの米田コーヒーさんってあんまり聞いたことなかったんですけど、多分、はい、これも全国初でした。なんかもうなるほど、なんかこれに関してはまあ米田本部自体もまあびっくりしてて、何ですかそれみたいなですねことは言われたんですけど、まあ僕からすればそのなんて言うんでしょう、まあ米田コーヒー店ってまあどこでもそうでしょうけど、やっぱり置いてる雑誌って結構なんか本屋さんに売ってる本じゃないですか。なんかそれってですね、別にわざわざそこで読まなくてもなんかね自分で買って読めるし、なんかちらっとこうちら読みみたいな本屋さんでする人もいるだろうし、それだったらもっとなんかこうこれ絶対自分じゃ買わないよねとか、いや見つけられないよこんな本みたいなのがいいかなと思ってですね、まあ、なんかそういったのを、あ、ちなみになんかその米田菊池のそのインスタグラムがあるんですけど、あ、はいはいはい、そこのインスタグラムにですね、まあ、なんかその入れ替えをやりましたみたいな情報を載せてたりはするんですよ。あ、なるほど、はい、でちょっとあのインスタ今検索してみたんで、はい、見てみましょうか。こちらですね。あ、はい、今日のやつもあそうですね、ちょっとこう下に行っていただいて、はい、ずっと行けるんですかね。これあれですよね、コメダコーヒー店さんの一応アカウントなんですよね。そうです、全然コメダの話とかほとんど出ないです。新商品とかは出さないと担当の方から怒られるかなと思って出してるんですけど、基本出さないです、コメダの話は。いやー、あ、いいですね。これですかね、今ね、ね、お話しは。はい、これですね。ね、だから、ここに見えてる雑誌の大半は図書館の本です。いいですね。図書館貸してくれるっていうのがまた、あれですね。そうですね。はい、うん。ありがたいことに。こういう制度を活用してって感じですね。いいですね。はい、ぜひ、いいですね。ところどころちゃんと、米田コーヒーさんのシール。そうですね。まあ、ただ、米田が好きな人が見て楽しいインスタグラムではないですね。なるほど。すいません。はい。
ありがとうございます。まあ、ぜひぜひ、ご覧になっていただいたフォローしてみていただけると、面白い情報が来るんじゃないかなと、まあ。基本、菊池の情報を流すっていうですね。面白いですね。なんかそんなこんなで、取り組みをやってまして、はいはい。まあ、その、まあ、これは、その朝一のですね、うん、夏場はちょっとあまりにも暑すぎて、うんうん、朝一できないよって出店者さんから言われたので、うん、そしたらじゃあもう子どもの思い出作りに、うん、土曜日の夜に夜市しようっていうことで、うんうん、まあ始めたことなんですけど、うん、だからまあこの夜市はまあまあレアですね、1年に1回か2回ぐらいしかやらないので夏限定ということですね。まあ、しかもあの天候とかの関係で、まあ、中止になったりもするので、うん、はあ、縁日をイメージしてやる。いや、すごいです。もうなんかどんどんお客さん盛り上がってきてます。もうなんか本当ありがたいことにこういうことやるとやっぱり店内ももうほ、まあ、満席状態で皆さんご利用いただけるので、まあ、うちとしては本当にあなんかこういうことが必要だったんだなっていうことに気づけたというか。はいはい。でまあ、それが、まあ、どんどん膨らんで、うん、まあ、次の写真とかは店内でなんかお客さんのためになんか障害学習を始めたりとかですね、うん、これは店内でやってるんですか。これは店内を一部をちょっと貸し切りにしてやってます。コメダって貸し切りできるんですね。ダメです。はい、はい、基本ダメなんですよ。いやでも、まあ、いろいろ、はい、うん、なんか理由付けをしまして、はいはい、まあ、ご利用しでやったって感じですかね。なるほど。いやすごいですね。なんかもうで実はですね、ここのパソコン、うん、スマホ講座の、うんうん、担当してもらってるこの岡崎さんっていう方が、はい、実は菊池未来編集部の会長なんです。そうなんですね。そうなんです、はい、あ、そういうつながりでまたこういうところにも参加してくれて、はい、もうなんかもう亀崎さんフューチャーラボもフル活用されてる。フル活用、もうおかげさまでもう使えるものは何でも使っとけみたいなんですね。いやでもすごいですね。なんかお話伺ってて、なんか最初はね全然その菊池の知り合いとかなんかそういう地域の方々とかが農家の方さんとか全然知らなかったけど、やっぱりそういう中に入ってみると一気にバーって広がってって、そこからなんかいろんなアイディアで朝市が生まれたりとか、こういう講座ができてきたりとか、どんどんなんか広がってってるっていうような、そうです ね感じがすごく伝わってきました。ありがとうございます。そうで、あれですよね。まあまあ、これはちょっともう、はい、ありがとうございます。これ、見えますかね。接客コンテスト優勝というところで、しかも2年も取られていらっしゃるんですね。そうですね、まあ、この2018年からなんかコメダが、まあ、自社でですけど、自社でまあ接客コンテストっていうのを始めまして、うん、でまあ、ありがたいことに、初回の全国大会に出て、まあ、優勝させていただいて。ちゃんと働かれていらっしゃるってことですよね、これね。そうです、うちのスタッフが出て、でまあ、2年目も。2019年も全国大会までは出たんですけど、はいはい、今日できなくて、ね、まあ、その次の2020年に同じ、その2019年同じ子が、まあ、リベンジで優勝してくれたっていう感じですかね。なるほど、サイルで優勝を。そうですね。で、まあ、今年は申し訳ないんですけど、ちょっと全国まで行けなかったので、うん、まあ、また来年リベンジかなと。いいですね。各都市で。そうですね。なんか、まあ、まあ、これもこれはこれで、やっぱりその、なんて言うんでしょう、なんだろう、こう、菊池のなんか、付加価値を高めるというのも、やっぱり僕の中ではありまして。うん、やっぱりこううちに来ていただける、まあ、例えば観光でお立ち寄りになった方とかですね、その何かのついでというか、まあ、お仕事でたまたま来られた方が、うん、まあ、やっぱりうちの店内がやっぱり菊池のイメージになっちゃうので、やっぱりそこをそのもう最大限引き出して、でうちで働いてくれてるスタッフの子ってみんな菊池の子なんですよね。はいはいはい。なのでやっぱりこの菊池で生まれて菊池で働いてる子たちもなんかこう誇らしく思えることだったりだとか、あとなんか菊池での皆様がなんかこう心地いい空間というか、うん、
で、外部から来られた方は、なんか菊池ってなんか心地いいよねみたいな感じに思っていただければありがたいかなっていうところで、なんかか、なんかこう、うん、こういうことにも積極的に取り組もうみたいな感じです。あの、亀崎さんも、あの、市役所の方みたいな感じなんですけど、いや、なんかもう話聞いてると最初なんかお店の集客のためにとかちょっとこう下心ありそうな形で入られてたんですけど、なんか 今となれば逆転されてそうですね、発想がね。菊池を盛り上げるためにお店があってという。そうですね、まあまあ盛り上げるというか、まあ自分たちにできることをコツコツとというか、まあなんかやっぱこう単発でいろんなことをやるのは簡単かもしれないですけど、うん、やっぱそれってなんか続けないと、うん、なんかそのやっぱりこう自分のためだけにとか、まあなんか心折れたけもういいやみたいな、うん、なんかもう知らないこの街みたいな風になるのもですね、なんかそれも嫌だなと思って、うん、まあまあちょっとコツコツとこうなんか口うるさく言い続けるとか、なんかやり続けるみたいな感じですかね。いやー、すごいですね。なんで僕は亀崎さんがいろいろお話聞いてて、コメダコーヒー店さん、怒ってないのかなとか、なんかちょっと勝手な心配をしてたんですけど、なんとね、こういう、そうですね、ありがたいことにですね、はい。うん、これは何ですね、はい、2020年、去年に、その、コメダコーヒー店が、設立した賞なんですけど、うん、まあ、SDGs の観点からですね、コメダコーヒー店も、なんか、地域に根ざすっていうことを、まあ、真剣に、まあ、取り組むっていう発想からですね、うん、まあ、じゃあ今年1年どこの店舗が一番地域に根ざしたんだろうって調べたら、まあうちだったっていうことで、まあ特にこっちから PR したということではないんですけど、はい、なんか、まあ、うちの担当の方がまあいろいろ情報を流していただいたみたいで、まあ初のその栄誉、まあ、最優秀全国1位のまあ表彰いただいてる、ね、すごいですよね。だって小宮さんね、数百店舗ある中での900いくつあるんですね。980ぐらいですかね、今、はい、全国。その中でもこう逆に言うと菊池のお名前も知れ渡ったというような。そうなんですよ、ね、だから、これがですね、本当に嬉しいことはやっぱりその接客コンテストのところこともそうでしたけども、うん、あんまりその一般の方にこういう話って知れ渡るものではないんですが、うん、まあ、そのコメダコーヒー店っていうフィルターを通して、全国のそのコメダのスタッフが熊本菊池っていう名前がまあ出るっていうのは、うん、あ、これは僕ができるまあ最大限の菊池のまあ PR かなと思ってて、うん、まあ、なんでまあこういったことだとか、まあ、なんかありがたいことにちらっと全国版のテレビに熊本菊池っていう名前を出していただいたりとかもしたんですよ。で、すごい有名な番組にも取材されたと。で、某なんか有名ビジネス番組にもなんか出させていただいたりとかしたので、なんかそれを見てきたよっていうお客さんとかもいたんですよ。福岡から来ましたとかですね。いやー、すごいですね。まあ、じゃあこれでもう晴れて、コメダコーヒー店の中でも、こう、公認というか、いろいろ地位活動も。はい、ありがたいことにですね。はい、すいません。ありがとうございます。いや、でもなんかいろいろフューチャーラボから進まれてるなというところが、はい、あったんですが、じゃあ実際にですね、フューチャーラボから生まれた菊池未来編集部で、どんなですね、具体的な活動を皆さんでされてるのかっていうところも、いろいろ伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、僕もちょっと、いくつか、ピックアップさせていただいたんですが、こちら佐藤さん、大人の学びプロジェクトというのを、はい、今の未来編、菊池未来編集部でやられているという話なんですけど、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい、すみません、チャットの方に、うん、ページを URL ちょっとつけてるんですけど。はい、わかりました。じゃあちょっとホームページの方でご案内してみましょうか。はい、少々しますね。はい。お出せしました。こちらですかね。はい。はい。そうですね。大人の学びプロジェクトって、まあ、ここに書いてある通り、まあ、大人になるとなかなか学ぶことがないと。で、うん、まあ、僕たちもお互い何してるのかよくわからないっていうところあったり、うん、こんな面白い人たちいるのにっていうのを、
があるけども、ちょっとつながらなかったっていうところもあるので、うん、大人の学びの社会科見学っていうところで、うんうん、面白そうな人たちを、講師に呼んで、それでなんかどういう取り組みをやっているのかっていうのを、うん、学ぶっていう講座です。これは どういうふうにして生まれたんですか？これはですね、さっき言った会長の岡崎君が米田コーヒーさんで講座をされてる、はい、そうです、発案してですね、まあ、UC が、まあ、4,5 人ぐらいで、うん、はい、今やってる状況です。いやでもいいですね。確かになんか大人になってからね、改めてこう学べる場みたいなところをみんなで作り出していくっていうのも、これあれですよね、一般の方も申し込みを参加できるんですか？全然できます、はい。こちらの方から多分 URL とか貼ってあると思うんで、はい、そこでどういうことをやるのかっていうのは多分、うんうん、書いてあると思います。いや、そうなんですよね。なんで、まあ、さっき佐藤さんも亀崎さんも共通してお話しされてましたけど、やっぱりこう中に入ってみると、あ、面白い人に出会えるって機会すごく多いと思うんですけど、やっぱりこれ中入ってみないと、はい、なんか全然知り合い増えないなみたいな形であると思うんですが、こういうプロジェクトがあると一気に菊池の濃い方たちと出会っていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ぜひともまあ見てみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、まあ、本当にいろんな企画を未来編集部さんやられているんですけど、こちらは何でしょうか？スローデー菊池。はい、はい、これはまあ、単純に言うとイベントなんですけども、うんうん、これはまあ私の、フューチャーラボの卒業テーマを、まあ、体現化したものなんですが、まあ、テーマは、まあ、野外図書館を、うんうん、まあ、この菊池市民広場っていうすごいいい広場があるんですよ。ものすごく芝生が広大で、うんうんうん、まあ、そこに遊具もあったり、うん、ちょっと屋根付きの建屋があったり、うんうん、まあ、その中に観光物産館が入っててとか、うん、っていうのが、芝生の広場があるんですけども、ちょうど菊池神社の真下なんですが、うん、まあ、その景色を見た時にですね、やっぱりここをなんかものすごいいいなんか使い方ないかなって思った時に、うん、あ、ここでなんかのんびり一日、過ごしたら気持ちいいんじゃないかなと思ってで、そののんびり一日過ごすためにはどうすればいいかなっていうので、あ、じゃあその、まあ、うちがそのキクロスさんと関わりがあったので、うん、あ、これ図書館外に持ってってもらったらどうかなっていうのをかなり無茶ぶりしましてで、まあ、そのキクロスの館長もうーんみたいな感じだったんですけど、まあ、なんとかやってくれませんかみたいな感じで、まあ、ちょっとお願いしまして、これ、今年の10月、先月最近ですね、なんですけど、はい、まあ、1回目が2019年の同じ10月にやったんですが、はいはい、その時はそのまあフューチャーラボの僕の卒業テーマのこともありまして、うん、はい、ちょうど 市からそういったなんか関係する補助金をいただいて、いただけるんですね、うん、そうですね、なんかそういったのをたまたま引っかかったというか、まあ、チャンスがあって、まあ、トライしたら、まあ、そのまんま採用していただいて、はいはい、で、まあ、テーマが最初の時はですね、本とコーヒーとパンっていうのに絞っ、まあ、を絞って、うん、まあ、結構それをメインテーマにやったんですけども、うん、と2回目の今回は、まあ、そういったことの縛りはあまりこうとらわれず、うん、まあ、いろんな、 なんかこう生音楽の演奏があったりだとか、うんうん、あと、まあ、この、画像は実はですね、この右の2人は菊池未来編集部なんですよ。あ、ここでもつながってくるんですね。メンバーなんですよ。彼女たちはこういう絵本の読み聞かせのボランティアもやってて、はあ、だからなんか、カモンカーやりながら、そうですね、まあ、こういった仲間たちと一緒にこう作り上げて、まあ、本当一日ゆっくり過ごしてもらうっていうので、うん、多分ちょっとこうスライドしてもらうと実際のイベント当日の、はいはい、これですね、これは第1回目ですね。これ1回目なんですね。はい、こんな感じで、まあ、この時もびっくりしたんですけど、こんな、いやでも結構1回目にしてはいっぱいいるじゃないですか。これですね、そのチラシとか告知の時点で、うん、お客様に、まあ、この当時ってまだあんまりそのコロナ前だったので、うんうん、なんかキャンプがめ
ちゃくちゃ人気とかっていうほどではなかったんですよね。でただまあそのなんかまあ、自然の中でっていうことだったので、まあ、持ってる方はテント持ち込んでも OK ですよみたいなのを書いてたら、うん、まあ、それだけでこれだけの光景が広がって。ていうか、いいっすね。広い。いいでしょ。ね、ここは確かにおっしゃるように、なんかのんびり、ね、テント持ち込んでやったらもう最高な休日が過ごせそうですね。でこの多分写真撮ってもらってるのは菊池神社に行くこう道筋なんですけど、はいはいはい、このですね僕がすごいここが気に入ってるのが、うん、あの高低差がすごいんですよ。はいはい、ね、これ結構高台のところね。そうなんです。平地からその菊池神社ってこう上がってるこの高低差がこれ多分ですね歩いて公園の中からこの撮影場所まで歩いてですね、はい、多分 2、3分ぐらいで上がれるぐらいの、そうなんですか。はい、なんか最初ねお写真見た時ドローンとかで撮られるのかなとか思ったんですけど、ね、これは実際に行って撮ってね、見晴らしも綺麗ですね。なんか奥の方までね。これ本当あのもうちょっと上まで上がると、うん、菊池市内がこうブワーって一望できる展望所もあるので。もうなんかいろんなあの計画も立てやすいというか、あの辺何があるんだろうね、うん、みたいなのも考えれたりもするし、はい、散歩するとかにはもう最高ですね、この辺。なるほど。じゃあ、はい、初めて菊池を訪れた方も、まず神社登っていただいて、街見晴らしていただくと、なんとなく面白い。あ、そうですね、この広場のこの駐車場に止めていただいて、うん、もちろん無料なので、はい、やっぱ田舎の特権ですよね、駐車場無料っていうんですね。もう そこを止めてもらって、まず芝生で散策して、まあ、そのまんま神社に上がって、歩いていただいて、はいはい、お参りして、その周辺見て、展望所からまた降りてくるみたいな、ね。いやいいですね。ここだけでも本当に楽しめそうですね。で、さらに面白いのが、2回目のお写真もいただいてるんですよ。ああ、これですね。同じ額で。人数増えてませんか。はい。これがですね、ちょっと映ってないんですけど、うん、この左側は遊具があるので、子供さんたちがいっぱいいるんですよね。うん、はいはい。で、この右側、映ってないところまでもテントびっしりなんですよ。ものすごい数のテントが立っていただいて、はい、すごかったですね。うん、もはや、コメダコーヒーディーさん、ないですもんね、ここにね。もう。そうですね、あの、まあか、ほぼ関係ない感じではなってますね。ただまああのまあ、もちろんこれ自体も僕一人、まあ、僕がもともとこんな感じでやりたいなって思ったんですけど、うん、結構皆さんね、佐藤さん含め、うん、まあ、メンバーのみんな、うん、またその今町の中でもこう私たちの活動に共同、ね、共感していただいている方とかも、うん、まあ、お手伝いいただいて、まあ、こういったことが実現できているので、うん、本当になんかそのまあ、少しずつですけどもこういう横のつながりネットワークっていうのはどんどん広がってるのかなっていうのは実感させていただいてますね、うん、なるほどですね。いや本当にですね、もう亀崎さん佐藤さんお二人もすごく仲良さそうですし、何かこう一緒に取り組む仲間と何か本当に楽しみながらやられてるのかなっていうような、はい、ものをすごく伝わってきてます。ありがとうございます。でもう一個、これからですか。もう一個あるんですよね。来週ですね。あ、来週なんですね。じゃあもう。来週なんですよ。これもまたね、あの菊池の魅力を最大限に伝えられるようなイベントなので、うんうん、はい、これって何ですか。告知していいんですか、これ。あ、告知してください。大丈夫です。あ、ですか。ありがとうございます。はい、これはあの菊池カレーフェスティバル、菊池カレーフェスっていう名前でやらせていただいてるんですけど、うん、これも主催は菊池未来編集部でさせていただいております。これもありがたいことに熊本県の夢チャレンジ助成金っていうのをいただいておりまして、はいはい、まあ、それにエントリーして、まあ、これも採択いただいたんですよね。まあ、年間1年で、まあ各なんか地域ごとに1つとかしか受からないやつなんですけど、すごい、まあ、すごい本当ありがたいことにですね、まあ、どんなイベントかっていうと、うん、さっき言ったような菊池って食材がすごく豊かで、うん、すごく旬なものが美味しいんですよね、まあ、うん、お野菜とかお米とかも含めてちょうど今が新米の時期なんですが、うん、でそういった、実は僕たちやっぱり仲間を通じて
そう、直接の生産者さんをいっぱい知り合ってるので、うん、この下の、右下にですね、ファーマーズって書いてるあの方たちが、うん、まあ、実際に生産者さんなんですが、はいはい、この方たちから直接食材を仕入れて、うん、でこの上に書いてる10店舗のカレー屋さんっていうのは、まあ、実際カレー屋さんじゃないところもあるんですが、うん、まあ、飲食をされてある方たち、うんうん、まあ、中には本当熊本では有名なカレー屋さんも入ってるんですけども、この方たちに、イベント限定のカレーを作ってもらうっていう企画なんです。なるほど、はい、すごい、かなりスペシャルですね。まあ本当この時しか食べられないっていうやつです、しかもそれぞれ限定数量が決まってるので、はい、もう本当にもうこの機会じゃないと買えないものがここにあるみたいなですね。でこれがおかげさまで、去年初めてやったんですけど、うん、まあ、すごい大反響いただきまして、うんうん、2時間で約1000倍のカレーが完売したっていう。たった2時間で、はい、コロナ禍には関わらず全部テイクアウトでやったんですけど、はいはい、もうすごい行列ができまして、いいですね、行きたいな。これはですね、本当に食べててやっぱり新米が感じられる、うちの原木しいたけが感じられる、ミニトマトが感じられる、このお芋おいしいなとか、もう全部が感じられてもう今の菊池が詰め込まれるっていう本当あの内容になってるので佐藤さんとかも1回目とかも参加されてたんですか？あ、そうですね、僕もスタッフで参加させていただいて、うん、あまりの行列にちょっと僕も若干引いてますね。このコンセプトが好きで、はいはい、菊池の生産者さんと、いろんなカレー屋さんが、はい、タグを組んで作るカレーオリジナルカレーなんで、全部がオリジナル菊池カレーなんですよ、うん、ねえ、ぜひとも食べていただき、本当に有名なカレー屋さんのカレーもここの日だけ特別に食べれるっていうので、そうです、これも一瞬で埋まっちゃいそうですけどね。なるほど。これはまだあれですよね、入場料とかもあるけど、あれですよね、はい、カレーがもしかしたらまた2時間ぐらいで完売しちゃうかもしれないよと。そうですね、まあおすすめは11時からなので、うん、まあ、ちょっと早めに来て、もう列に並んでいただいておくと間違いないかなっていうのは思いますよね。なるほど。今年からはその入場料いただく代わりに、うん、オリジナルのステッカーをプレゼントするっていう入場特典としてですね、そういうのも作ってますので、はい、チラシに書いてあった可愛いイラストがもらえるよということで、もしね、菊池気になって、本当にこう街どんな街かなって見るタイミングと合えば、ぜひ皆さん、ご視聴いただいて皆さんも、ぜひ本当に、ね、来ていただければ、はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、時間がだいぶ迫ってきておる中でなんですけど、ちょっとこれだけはですね、ぜひお二方にもポイントだけちょっとお伝えいただきたいなと思うんですけど、今こう菊池で、どんなこう、まあ、地づくりとかコミュニティが求められてそうですかっていうところで、はい、まあ、ぜひお二人が逆に、まあ多分ね、聞いてたらいろんな多分コミュニティあって入り口があるんだろうなというふうに思うんですけど、なんかお二方がこんな人、なんか来てくれたら嬉しいなとか、こういう人を求めてるっぽいよみたいなところってなんか、情報ありますでしょうか？じゃあ私から。はい。まあ、とりあえずですね、菊池いろんなものがあるので、例えばですね、お菓子屋さんも人口の割にはめちゃくちゃ多いので、お菓子屋さんとかも巡ってほしいですし、うん、まあ、菊池にちょっと来てみて、温泉とか自然とか歴史とか美味しいものとかね、うん、興味持っていただいたりとか、あと山あいの方には民泊とかもありますんで、そこのところに泊まったら地元の人とこう田舎暮らしとかがちょっとお話とかできると思います。いいです、民泊体験ね。あ、でまだ知りたいっていうんだったら米田コーヒーの店長のところに行ったらいいと思います。いやもう店長に会いに行けば、店長に会いに行って一旦行ってみてくださいっつってもうそのうちなんかそういう名所になっちゃいそうですね。ごめんなさい。なるほど。じゃあ実際にやっぱ来てみていろいろ回ってみたり体験してみたい、やってみていただくといろいろ多分入り口が見えてくるかな。そうですね。であとはちょっとまあ
地元の人とかと知り合ったりとか、こういうなんかカレーフェスとか、はい、ローデーとかに来て、うん、あの出店してる人と話してみるとか、うん、あそこら辺で会話してみるというと、なんかちょっと顔なじみになったりとか、はいはい、広がっていったりする、ね、いいですね。なんかもう見てる方もなんか2人に多分なんかちょっと友達になってきちゃうような感覚でお話聞いてると思うんですけど、どうでしょう、亀崎さんの方は。そうですね、なんかいや、おかげさまで本当にいろんな方とつながらせていただいてますので、うん、まあ、僕は一番やっぱり今大事にしているのはやっぱりこう横のつながりといいますか、やっぱりつながった方と次何かをするっていうお約束をしたりとか、うん、まあ、なんて言うんでしょう、やりたいねっていう話を膨らませる、うん、なんかとにかく楽しいことをどん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 考えていくっていうのが、うん、まあ、自分に今課せられてることかなとも思うので、うんうん、まあ、ぜひトライしていただける方がいらっしゃるんであれば、なんかそこに、まず飛び込んできていただいて、まあ、お話の中で、まあ、どういったジャンルがいいのか、まあ、そういった方におつなぎできたりとか、うん、まあ、最終もう私じゃ分からなかったら市役所の川上さん経由でご紹介していただくとか、まあ本当にいろんなルートがあるので、うん、まあ、それが少なからずやっぱりここのメンバー含めて、まあ、できてるとは思うので、うん、まあ、そういったところから入ってきていただけるとありがたいかなと。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうですね、なんでそういった形で、きっかけの入り口、ぜひなんか入っていっていただくと、なんかこうロールプレイゲームみたいにいろんな人にどんどんなんかつながっていきそうですね。そうです ね、 ね、ありがとうございます。じゃあちょっとぜひですね、最後皆さんこれから、まあ、菊池に関わりたいなと思っている方たち向けにですね、なんかお二人からが見た上での菊池でこう仕掛けたくなるわけを、まあ、ちょっと一言こう応援メッセージも含めてですね、いただきたいなと思うんですが、じゃあ佐藤さんからいきましょうか。はい、そうですね、僕自身がその菊池出身だけども、こういうことをしているとか、ああいう面白いことをしているよっていう人たち知らなかったので、うん、なるべくですね、これは僕たちの課題でもあると思うんですけれども、そういう人たちの窓口とかになったりとか、どういうことに興味があるのかとか、例えばですね、ゼロさんって言ってすごいテレビチャンピオンで似顔絵のチャンピオンになった人が田舎にいたりとか、うんうん、古民家でイタリアンしてるすごい美味しいところがあったりとか、うんうん、もうはい、言えばキリがないんですけど、面白い人たちは実際はいるので、うん、はい、そういう僕たちも窓口になっていければいいなと思います。なるほど、はい、逆に佐藤さんがそういった、まあ、出会いからきっかけでいろいろこう街で活動されるようになった、うん、まあ、それで出会いが仕掛けたくさせるというところですかね。はい、ありがとうございます。亀崎さんいかがでしょうか。はい、そうですね、私はまあもともとはその商売上でこちらにお世話になってますけど、菊池でですね、お世話になってますけども、やっぱりでも私の中では、自分自身がまあこういった企画ごとから、まあ救われたと思っているので、助けられた部分もたくさんあるので、まあ、その上でなんかこう困っている方、実際どうしていいかわからない方っていうのはやっぱりいたんですよね、同じように。でまあ、そういった方と、その方を助けるっていうよりも手を組む、一緒にやるっていうのを常に誰かと何かをやる、うん、でその輪が、この時はこのパズルがどう組み合わさるかみたいなのが今からやっぱり菊池の中では盛んになっていくのかなと、うん、やっていかないといけないなと思ってて、ただそうは言えですね、この町っていうのはやっぱりこう、まあ、その温泉があったりとかっていうことを言われてますけども、うん、今だいぶやっぱりこうどこの地域でもそうですけど、人口が少なくなったりとか、うん、ちょっとやっぱりこう空、ま、都市部の空洞化とかですね、うん、シャッター街とかいろいろ問題がありますが、でもその中でも 今でも頑張ってる方、今まで頑張ってきていただいた方っていうのもいるので、うん、やっぱりそういう方たちとこう融合しながらですね、うん、新しいものをこう増やしていって、うん、まあ、本当により良いなんか温故知新をですね、まあ、作っていく必要があるのかなとは思っております、うん、そういったところが、はい、なんか仕掛けるというよりは、うん、なんかもうもっともっと楽しくしたいなと思ってます、うんうん、なるほど、ありがとうございます。そうですね、本当に温故知新というキーワードもいただきましたけど、やっぱりこう地元の生産者含めて先輩方とか含めてこうオール菊池っていうような形でこうみんなで楽しく盛り上げていこうよっていうような
空気感がどんどん、こんなこともできるな、あんなこともできるなっていうところで広がっていかれてるのかなっていうふうに感じました。ありがとうございます。はい。いやあ、という間でした。ずっとお二人の話聞いてられちゃうなというふうに思っておるんですけれども、時間の方もだいぶ差し迫ってきております。で、実はですね、今日こんなお二人にお会いできる企画っていうのをスマート上に、川上さんが挙げてくださっておりますので、まずそちらのご紹介からいただこうかなと思うんですが、はい、でしょうか。はい。今日ですね、それこそスマウトのページの方に上げさせていただいたんですけれども、この菊池コネクトとの連動企画で、まちづくりをするこのお二人に会いに来ませんかというようなプロジェクトを、立ち上げております。で、もうご自分でですね、例えばもう米田コーヒーもう僕は行きたいっていう人はもう直接行っていただいてもいいですし、水源交流館のイベントに参加したいっていう人はもうそれでもいいんですけども、なんか今日興味持ったけどもなんかどうしたらいいか分かんないっていうような方はぜひこのスマウト上でですね、メッセージとかいただいたり、興味ありっていうボタンをいただくとですね、僕の方でこう聞き取って、亀崎さんとか佐藤さんの方にもつながせていただきたいと思いますので、今日ちょっとでもこう興味持ってなんかもっと聞きたいとかっていう方はぜひ興味あるボタンを押してもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、あえてそこから行くと川上さんとも出会いながら亀崎さん佐藤さんにも会える可能性があるよということで、そうですね、はい、ぜひこういった形でお二人つながった生みの親的な存在の川上さんにもなると思うので、ぜひ皆さん川上さんともつながっていただけたらなというふうに思います。はい。じゃあ、そろそろですね、もう締めのお時間にもなってきているんですけれども、改めて、川上さん、ボリューム1からボリューム3と、1ヶ月おきにですね、配信続けてきましたが、僕のまず感想から言わせていただくと、なんか本当に最初申し訳ないですけど、菊池市でどんな方たちいるのかなとか全然情報分からなかったんですけど、やっぱりこうやって直接実践されていらっしゃる方々のやっぱ生の声を聞いていくと、すごくよりこう菊池がすごくなんか身近にだいぶ感じてきたなというところもあったので、ぜひで今回からご視聴の方もですね、過去のアーカイブの URL も載せておりますので、各界の皆さんいろいろ見てみていただければと思います。本当に人材たくさん地域だなっていうのが改めて今日でも確認できたなというところが、はい、ございました。はい、川上さんはいかがでしたでしょうか。そうですね、ボリューム1から子育て仕事それからまちづくりということでお送りしてきたんですけども、最初の方から僕も言ってたんですけど、テーマはあるんですけども、やっぱりそれを通して僕今回こう皆さんに届けたいなと思ったのはやっぱり人の魅力なんですよね。で、やっぱりこう1回2回3回と、もう今日なんかまさにですね、皆さんご視聴の方もお二人の魅力で満たされたかなと思うんですけども、こういったやっぱり面白い人がいるからなんか自分も関わってみたいなとか、ぜひちょっとつながってみたいなっていうところが今回の仕掛けでもあったので、それが本当にこう伝わってもらえたらいいなというふうに思っているところです。はい、ありがとうございます。そうですよね、今回のこの企画を考えたときに菊池コネクトという名前つけさせていただいたのも、こうやって皆さん の人とつながっていただきたいっていうところが本当にきっかけだと思うので、このオンラインはまず本当に最初のきっかけ作りにしか過ぎないと思うので、実際にやっぱり生でですね、皆さんとつながっていただいて、はい、より菊池をこう見た上でその移住するなり地域活動関わってみるなり、ぜひ次のステップ皆さんそれぞれ進んでいっていただけたらなというふうに思います。はい、ちょっとすみません、お時間過ぎてしまいましたが、こちらで菊池コネクト、ボリューム3 の配信を終了とさせていただきたいと思いますので、皆さん改めてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ菊池で皆さんにお会いしてみてください。ご視聴いただいてありがとうございます。では失礼いたします。お願いします。